子供用に作られた少し小さなサッカーボールを追って駆け回る子供たち。今日、広島市東区の子ども園で行われた幼児向けスポーツ体験教室は、県サッカー協会指導のもと、サッカー初心者の子どもも楽しんでボールに親しめるようプログラムが組まれました。蹴るところが楽しかったです。初めて蹴った、嬉しい。試合するも楽しかった。サッカー大好き。この教室は新サッカースタジアムエディオンピースウィング広島の建設に向け機運を盛り上げようと、ボールメーカーの三笠と県サッカー協会が3年前に始めたものです。ぜひサッカーにも興味持ってもらって、もうそれこそ男の子も女の子も、限らずみんながやってくれたらいいかなと思ってます。今もうなかなかその公園でボールを遊ぶとかいう場面が見られなくなったので、本当にもうまずはボールに親しんでもらって、サッカーに限らずいろんなスポーツありますんで、それに携わっていただければと思ってますので。